はい、こんにちは、えーとね、今日はですねあの、あるステッカーをいただきましたのでちょっとご紹介です、えー、とどんなステッカーかと言いますとこ,うじゃんこれですね見えないかなマルハイというシールですで、えーとまあ、自分もですね、あのリアルタイムで見てたかというとそうではないんですけど HP200LX にこれを貼ってる人がよくいました。で、調べてみると、廃人っていうような呼ばれ方をしていて、その HP200LX をですね、倍速化したりとかして使ってる人たちが、そのマルハイっていうシールを使っていたようです。で、まあそういったステッカーをですね、つけて、まあギークというかですね、そのまあオタクというか、その廃人というような表現で、 あのやってたステッカーのようですです最近ですねそれをまあリメイクというかあの新しく作ろうっていう人がいてですね、えー、とそれであ頂い,いたものですはいステッカーですねはい、まあ、こんな形で何枚か頂い,いたんですけどもで早速なんであのそれを、まあ、貼ってみたっていうところです まあ2というかですね、人は本当裏側に貼るんでしょうけども、やっぱり自慢したいところもあって、あのいろいろネットを見てたんですけど、前に貼ってみました。まあ、こういう形ですね。はい、まあ、いかにもなんかこう、ギークっぽい形がしてかっこいいなと思っています。まあ、後ろにね、貼ったりする人もいるみたいなんですけど、さりげない自慢ということで。ということで、パソコンにも貼りましたし、まあ、こう HP200LX にも貼りました。 この 200LX はすごく程度がいいものなのであの液晶も、ね、ビネガシンドローが必死にどムなっていませんしというところなんですがやっぱり、こうやっぱりなんていうんですかねヴィンテージものみたいになりつつあるのでじゃあこれをガシガシ乗用して乗用して持っていけるかっていうとなんかちょっとそれはもう怖くて持ち運びないなっていう形はなってますけど、まあ、念願のシールがもらえたっていうところでちょっと満足しています。 で結構ねシール頂い,いたので、まあ、調子に乗ってこういろいろつけてみましたまあ,あのモバイルオタックという意味で俳人ということでちょっとシール貼っています、はい、サイオンの 5MX ですねちょっとね若干色が黒い方の方が、えっと、映えるような気はしますこれもそうですねこれは結構ねかっこいいかなと思うんですよねはいジェミニの PDA ですね 貼ってみましたちょっとはねバンバン貼りすぎちゃったなと思っているんですけどねただこれをね全部持って歩くわけではないので1台ずつ見せるのでいいかなと思いますこれもあのね貼ってしまいましたねリナックザルスですねはいで最後が、えー、とシグマリオンですこれもやっぱ黒にね貼るとなかなかかっこいいのかなと思って、うん、こ,れこれも気に入ってますまあシグマリオン3自体がかっこいいっていうもあるんですけど 黒に白っていうのが結構合うかなと思ってます。はい、こう並べてみるとねちょっとなんかやりすぎだなっていう感じはもちろんあるんですけどこういうこのこぐらいだとねさりげなくかっこいいかなってちょっと思ってます。まあ、裏に貼るっていうのもあるんですけどねこういう形であのまあ見えるかなっていうところですね。あとメインのメインのスマホのえっ、ー、と えー、iPhone SE ですね、まあ、このサイズが気に入っていてなかなか変えられないんですけどこれもちょっとさりげなく貼ってるのでこう電車の中で触ってる時にあっっていうニヤニヤする人が出てくるかもしれないですけどね、まあ、こういったものをちょっと貼ってみたっていうところですね、まあ、こういうねなんか遊び心というかですねノリで作ってしまうっていうのもすごく楽しいと思いますしまた、えー、HP200LX なんてもうね20年以上前 ななのかなのかものですけどそういったものも未だにあの使えるというかあのも面白いかなと思いました、まあ、ここにあるものはほぼほぼ古いマシンなんですけどねうーんと比較的新しいのこれなのかな次これぐらいあとはリナザウかどうか、まあ、かっこいいんですけどねちょっとねあのあの迷ったのは 自ユニバーサルだけはちょっと張らなかったですな,な,な,なぜかわからないんですけどあのこれに合わないような気がしたんですね、まあ、なんかすごいこの綺麗な形に合わなかったかなと思いました まあそんな感じでですね、こうステッカーね、あんまり貼るとね、格好悪いとかね、あるんですよね。一時期ステッカーバカバカ貼ったりとかした、パソコンにね貼ってる人もいましたけど、だんだんそういうのも貼らなくなってきてる中なんですけど、あえて、ちょっとこの手に入ったので、バシバシ、もう、なんつう、蹴散らずにガンガン使ってみましたというところです。まあ、こういうのね、見かけたら、まあ声がけしてもらってもいいですけども、まあ、そんな感じで、今日はちょっと紹介でした。以上です。バイバイ。